きつい仕事楽しく無理なく安全にヘビーワーカーズ東京。今日は会場は、はい、もう盛りだくさんというか、はい、やりづらいんで。あ、やりづらいんですか。一回なんですけど、はい、住みづらいんで、はい、階段でやっちゃおうかみたいな。2階は、そう、だ一番階段の突き当たりの3部屋だったらやっちゃおうみたいな。はい、階段で大変ですね。まあでも階段の方がスムーズに行くんじゃないかなって人数がいるんで、それは井上次第で、あいつに任せます。今7ヶ月ぐらい、今、はい、7ヶ月になりました。今ハイハイするように。ああ、やばいですね。いやもうそれ立つときやばいですからね。うわ立ったーって叫んだんですからね、これ。うわ楽しみですね。やばいですよ。はい、親方に何かあるんですか。こういう組にしたいみたいなのあるんですか。仲良くはですね、仲良さみたいな。うわ、立ったーって、ね、みんな仲いいですね。仲いいですよね。調査は関係ないのがすごいですね。こういうところに行けばですね、新年会は酒飲めないから、ジム行きたいみたいな話になってましたね。あー、そうか。今日、初日ですか。あ、そうですね。接客業をしながら、ダブルワークでやらせて。事前に点のポイントを今まとめて以前に過ごうみたいな感じでやってるんですけど、あ、それ付け方、はい、あとね、曲げるからなんか使ってしまった。あ、そうっす、遅いっすね。で大丈夫です。バドバックなんですけど、これがもう仕上げなんですよ。あー、これカーテンボックスで、はい、でこれも大工さんが付けてるんですけど、はい、余剰とかしない場合多くて、あの窓ガラスとか薬だと思う。そのまま、はい、まだ、はい、こういう SD 枠って言ってこちらの声で骨折が取られちゃう。あ、分かりました。460の200の120700で、その750を1回つけた。はい、8000台のボード780。あ、そうなんだ。上は全部入れない。全部屋の全部屋。あ、全部屋で。じゃあ5部屋しかないの。そうですね。それ面白い。でも任せるよ、どっちでも。何でもいいっすよ、何でもいいっすよ。俺今年の目標は口出ししないだから。口出ししない、言わないで。言わないで。 GL もあるのよ。大丈夫、どうしようか。 GL もあるんだけど。 GL もあります。結構ある。この機械は多分どっかで。あ、いや、いいんだけど、これともう1台入る。これで2台すごいな。何よこれ。一人きつい。すごいな。遠いですね。バラちゃんは楽かな。何枚です。もう全然上当たってないよ。そう。階段でやるつもりだったんですけど、足場があってちょっとやりづらいのと、リフトもなんかちょっと普通のあれで、はい、めっちゃリフト側に寄せないといけないし、これはなんか締めづらいですね。あ、なるほど。足に慣れて、手に巻いていて、右手の中間、左手の方が左手はこの位置で回すんです。前傾するわけです。あ、そうです。それで、そうそう、で、左手で野球だー。あー、いいちゃんといい。すみません。あ、はい、失礼します。本当ですね。あれダメ、あれダメ。綺麗な感じだ。はい。
綺麗ですね。昨日と全然違う。OK です。はい、多分トランプ入れますよ。発揮する。はい、OK です。2段目終わって休憩決めてたみたいです。休憩のタイミングもこう前もって言っといた方がいい。あ、自分の中で秘めてない。そうどうですか、井上先輩は。井上先輩が一番優しいです。おお教えてくれますか。何でもかんでも教えてくれます。一番厳しい先輩。一番厳しい先輩。あ、斉藤先輩ですね。厳しいですね。いけるっしょ。それ中村の口癖かもしれない。いけるっしょ。改良したとこ汚れちゃったんで。あ、いいし。いや、あれもういつも分かる。あ、全然分かる。毎回やってます。カメラがあるからやるじゃん。これ気になってしょうがないですよ、これは。他の業者さんは。気になってしょうがないですよ。どうでしたか、初日。まあ、なんとか皆さんのおかげで乗り切りました。はい、ありがとうございます。楽しかったですか。はい、なんとか新しいことばっかり、なかなかすごいいい経験になりました。何が一番大変でしたか。ボードのそのバランスの保ち方とか、そこはちょっと大変でしたね。仕事は働いていこうかなと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。で、段取り的にはもう別にただあれが俺じゃなかったら多分2回分あそこの部屋に100枚ぐらい上がってないし、カリア君2人になっちゃってたかもしれない。今日は俺行ったし別にあのメンツだしいいと思う。鴨川のちょっと見たりしたの。決めですか。うん、決めとか。それは見てないですね。そういうのも長所が見えたら問題はなかったら、まあ、あとまだな、まあ、休憩入るタイミングとかちょっとこう周りに長所と言っとくとか
75点まあまあいい回ってる、現場回ってるのいい感じでした。ありがとうございます。ありがとうございました。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございます。